はい、どうもジルです。ということで今回はですね、プロセカの水着イベントについてのお話やっていこうと思います。はい、ですね、先日行われたワンダショチャンネルでね、出た、ワンダショの書き下ろし楽曲、あちらの MV の方でですね、海の中のこう画像というか、なんかイラストが使われていて、まあ巷ではね、ワンダショの水着が来るのではないかみたいに言われてるんですけど、ちょっと待ったをね、ジールの方からさせていただこうと思います。まあそちらなんですけど、まずはですね、先日自分が上げた動画で、次の限定はレオニが来るんじゃないかっていうね、動画を上げさせてもらったんですけども、その動画の中で、次の期間限定は水着で宮城の可能性が高いよねっていう話をしたんですよね。まあ、詳細はよかったらそちらの動画を見てほしいんですけど、それをね、裏付けるというか、ほぼ確定させる、情報をですね、見つけましたので、そちら紹介していきます。そちらなんですけど、今回のイベントストーリーの内容を一部含みますので、ネタバレが嫌だって人はね、気をつけてください。はい、ではね、そちら画像を出していきます。画像、こちら。こちらの画像はですね、今回のイベントストーリーの2話のところにあるレン君のセリフなんですけど、重要なのは、真ん中のところです。小羽だって臨海学校に行ってるんだし、といったところで、小羽ちゃんが現在臨海学校に行ってるらしいんですよね。で、臨海学校に行くのって学校単位で行くと思われるんですよね。で、小羽ちゃんって宮城の生徒なんですよ。宮城1年生で、宮城1年って他に言うと、いちかちゃんや、さきちゃん、しほちゃん、ほなみちゃんのレオニメンバー、あとはみのりちゃん、はるかちゃん、あと、M ちゃんが、おります。はい、おります。ってた感じでね、宮城メンバー、宮城1年メンバーで結構な人数いるんですけど、割かし全員ですね、そろそろ来ておかしくない。そして、前回の予想動画でも言った、レオニのメンバー2人がですね、宮城の1年に、ね、入ってるんですよね。で、臨海学校に行ってるっていう、まあその海のね、見える場所に行ってるという確定情報がね、ゲーム内の方で出ました。まあ、これらの情報から、これらの情報と、まあ、考察を含めて、やはり今月末の、イベント、まあ、プロセカに毎月月末に期間限定来てるんで、今月末に宮城メンバーが臨海学校に行くという水着イベント、水着ガチャが実装されるのではないかなと思っております。はい。でね、ワンダショの方に関しては、書き下ろし楽曲がこのタイミングで発表されたってことは、多分なんですけど、8月の中旬か下旬のイベントでワンダショが来ることになると思います。で、期間限定系って月末に来るんですよね。なんで、次のワンダショが、月末ではないので、期間限定とは考えられにくい。っていった点と、まあ、海をモチーフにしてるって言っても、まあ、水着も海をモチーフではあるんですけど、それ以外に、なんていうのかな、マーメイド衣装的なね、ちょっと海をモチーフにした衣装を、が、ワンダショで実装される、なんていったことはね、あると思うので、まあ、そうですね、水着に関しては今月末で、ワンダショの方は、その海をモチーフにした衣装、マーメイド衣装みたいな感じの、衣装を着たメンバーが登場するのではないかなと思います。はい、といった感じでね、まあ、皆さんどう思ったでしょうか。まあ、よければね、思ったことやこう自分の考察等ありましたら、ぜひぜひコメント欄にお願いします。はい、といった感じで今回の動画終わっていきます。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。